プロデューサーっていうので一見ネームバリューがあるし、そうやって合格したら例えばヤフーニュースになったりするけども、どうも源健太郎です。最近一さやかアイドルオーディションっていうのがなんかあったみたいで、それの合格者が発表されました。16人みたいなのがね、ちょうどヤフーニュースとかいろんなメディアで取り上げられてたので、それの話をしたいと思うんですけども、それを見てその後僕自分のツイッターにこういう書き込みをしたんですけど、一さやかアイドルオーディションで負けた女の子がいたらうちにぜひ応募ください。小さなインディーズ事務所だけど一さやかアイドルオーディションの合格者よりもきっといいアイドル人生になりますよというような、まあ、感じの、ねツイートをして、まあ、それでね、本当にその一世界オーディションで、まあ、こう選ばれなかった方が、まあ、応募していただけるかどうかっていうのは分かんないし、まあ、それはまあちょっと、まあ、ちょっとね、僕はツイッターの、まあ、ちょっとネタ的な部分もありますんで、まあ、実際に応募いただけたら本当に僕はすごい嬉しいんだけど、ね、そういうオーディション受けてる子たちが僕のツイッターを見てるとは思えないので、まあ、そんなに期待はしなかったりするんですけども、なんでそんなことを書いたかっていうと、アイドルのオーディションっていろいろ種類があって、うちなんかは今こ う, うちの事務所で、まあ、僕が中心となって作る、アイドルグループのメンバーを集めてますけど、まあ、例えばその一時再開アイドルオーディションというのは、まあ、一時再開さんというのが、まあ、いわゆるプロデューサーというか、まあ、広告塔みたいな形になって、まあ、いろんなスタッフの方や、まあ、どこのどういう会社がどういう形でかかってるか、ちょっとそこまで詳しくは僕は知らないんですけども、いわば、まあ、企画ものの、まあ、アイドルオーディションなんですよね。まあ、その芸能プロダクションが所属タレントを集めるというよりは、その企画で、まあ、ただいろんな会社やいろんな人たちが、まあ、人儲けしようというような、どっちかというとそういう趣旨のオーディションだと思います。僕なんかどっちかというとそうインディーズとか地下とかの世界のものの方がこう自分が身近に仕事で見聞きしたりしたことは多いですけども、そういう企画もののオーディションってぼちぼちあるんですよね。例えばこういうイベントのキャンペーンガールみたいなのを兼ねた、例えばアイドルグループだったりとか、例えばこういう商品を例えば PR するための例えばアイドルグループですとか、こういう会社のなんか宣伝するためのアイドルグループですとかね、だからそういういわゆる企画ものの、アイドルグループっていうのは、まあ結構募集されてたりすることあるんですけど、やっぱりあくまで企画ものなので、そういう形で始まったアイドルグループっていうのは、短命に終わることが多いですよね。でもまあ、もともとただそういう活動期間、契約期間が決まっててやるものもあれば、例えばそういう形じゃない感じで始めるんだけど、結局、例えばそういろんな会社が関わってたりとか、ね、いろんな人たちがこう複雑にいろんなものを得るためにこう関わってるために、まあ、そういった、ね、内部的な、まあ、裏方の側がそういう意味でこ う, うまくいかなかったりとかする形で、やっぱ自然と消滅してしまうこともあったりします。であとはやっぱりそういうなんか PR 系の例えばグループとかだと、例えばそこにスポンサーがついたりとか、まあ、実際そういう感じのイメージで作らなくても、例えばそういうスポンサーがついてる上で、例えばアイドルグループを1個作ろうみたいな感じになった時に、結局スタートは例えばいっぱい広告費も使って、例えばイベントも結構いいライブハウスでバーンとやったりとかして、ね、こう華々しくデビューって、まあ、曲とか例えば衣装とかもある程度お金かかっててデビューですってなっても、例えばそれがじゃあ、3ヶ月半年1年経った段階で事業的に収益的にあまりいい結果にならずに、例えばスポンサーが降りてしまって、そのそれをメインで運営していた、まあ、事務所が今度は自力で実費で例えばそれを回していくような時に、もうすごい活動規模がただ小さくなってしまって、あれ何やったんやこのグループはみたいなね感じになって、またファンの人もこう例えば離れていったりとか、そうやってたメンバーの子たちもなんかそのデビューした時となんか今違うみたいな感じでやる気がなくなってしまったりとか、まあ、それによって解散してしまったり、まあ、実際その収益面でねこう全然うまくいかなくて、まあ、事務所から結局そのグループを辞めますってことになったりとか、あんまり企画ものとして始まったものっていうのは、その辺のお金の構造みたいな部分でも、まあ、不安定になりやすいですね。スタートは例えばお金があってもこうだんだん不安定になっていきやすいっていう部分があるので、まあ、短命に終わることがすごい多いと思います。で、まあ、今回のね、まあ、一時再開アイドルオーディションというのも結局、まあ、一時再開さんという、まあ、元モーニング娘。の方が一応プロデューサーというので一見ネームバリューがあるし、そうやって合格したら例えばヤフーニュースになったりするけども、今例えばアイドルシーンでトップクラスで活躍しているアイドルグループの方たちを見ていると、そういう企画ものでスタートした人たちってほぼいないんですよね。現状実際小さなとこからコツコツ頑張ってきたりとか、やっぱりなんかそういう企画もじゃなくて、こういうグループを作ろうとか、この事務所がうちの代表するグループを作ろうと思って
作った人たちがやっぱりこう残ってたりとか世に出てるっていう現状があるので、例えばそういう企画ものオーディションを受けてアイドルになるって子たちはやっぱそこをゴールにしてしまうとすごい損するんじゃないかなというふうに思います。まあ損というか、まあ、もったいない時間の使い方になってしまうんじゃないかなというふうに思います。なので、ね、合格した子たちはやっぱりたくさん応募者がいる中で選考理由とかは分かんないですけど、やっぱ何かしら理由があって選ばれてる子たちだし、当然だけどそれ勝負で勝ったね、やっぱりすごい才能のある子たちだと思うので、でぜひね、頑張ってほしいなと、まあ僕が、ね、思う、どんな立場で感じだけどさ、まあ僕もそういうことで頑張ってほしいなとは思いますけども、ただ一方で、そのグループ自体のそのものはそんなに長くは続かない、短命になる可能性はあるものなので、やっぱりその時間の中で自分が何を吸収して、その後、自分はどうなるかみたいなね、そういった未来のことを、そのグループのまあ未来っていうのも大事なんだけど、その後の未来っていうのも考えながら活動してもらうのがね、そういう企画もののオーディションを挑む人は一番いいんじゃないかと思います。やっぱりそうやってね、企画もののオーディションとかである程度のそういった知名度のある人がバックアップについてたりとか、それなりのスポンサーがついてて、例えば最初っ資金があったりすると、その宣伝効果みたいなのがあったりするから、でパッと例えば自分の名前だったりがこうアイドルファンの層の人たちにこう知られたりとかする機会にはなると思うので、でもそのグループが、もしいつかなくなってしまったら、その企画自体がさ終了することになってしまった時に、その時に作った知名度やその時までに自分がいろんな経験したことっていうのがまたその次、じゃあ次は私はどうしようって時に絶対生きてくると思うので、企画の中で自然と知られる認知度よりもそこにプラスアルファ自分の本当日々の努力ってものも加えた、もうマックスの認知度とかそういう知名度っていうもの、ファンの数っていうのをその段階で増やそうという意識で頑張ること、それが未来を考えるのにすごいいいと思います。でやっぱりね、最初に言ったようにそれを落ちた子の中にも僕は絶対に才能ある子たちはいると思いますし、むしろ落ちて例えば今ね、また今こういろんな選択肢がその子たちにあると思うので、こう今その落ちた子たちもその時間を使って他のアイドルグループに入るなら、アイドル事務所に入るなら、アイドルのそういう企画があるならどれに応募しようかなみたいなことをやっぱ考えてる子たちも、もう早速切り替えてる子たちもいるとは思うんですけども、まあそういう子たちもね、オーディションの選び方みたいなのも、このオーディションはそういういわゆる企画もののオーディションなのか、例えばプロダクションが自分の事務所の代表的なグループを作ろうと思ってやってる募集なのかオーディションなのかみたいなのもこう判断してね、ですと自分は今どれが欲しいか、その中でねみたいなのを考えてオーディション選びをしてね、また新たなチャンスを掴んでいただければなと思います。まあ、そういう企画もののオーディションはさっき言ったようにおそらくですが、そんなに長続きするようなものじゃないような、僕の今までの僕が見てきた経験だけどね。で今回のなんかそのオーディションのそのコンセプトとか趣旨も正直そこまでガチガチに固めてないものだと思います。正直石井さやかさんっていう名前を使えば女の子集まるだろうみたいな、それでいろいろ課金競争させたらお金稼げるだろうみたいな、なんかちょっとそんな感じがして、正直石井さやかさん自体が今のねアイドルシーンのことなんか何も分かってないだろうし、だからまあそれをまあただアドバイスするブレーンの人たちは当然周りにはいるんだろうけど、実際石井さやかさんアイドルやってた年数なんてめちゃくちゃ短いからね。あれモーニング娘。の全盛期にね、こう、いるからさ、やっぱり知名度があるのかもしれないけど、実際アイドルの経験値で言うと、正直、その、濃度は濃いとは思うけど、長さで言うと、アイドルやってる時間めっちゃ短いですよ。実際、モーニング娘。のメンバーだった期間なんて2年間ぐらいなんで、ね、今、こう、ライブアイドルの世界で、それよりアイドルグループのキャリアを積んできてる人たちなんて山ほど、いたりしますよ。だから、あんまり僕は、いい企画ではないなと正直心の中では思って客観的にねこう見てたので、まあこうやってたのは知ってたからもともとだから、あんまりおすすめはしないので、まあ合格した方はそういうその次のことも考えて、まあその企画をねその人の力ででもこうもっともっと大きなものにすることもできるから頑張ってほしいし、ここが落ちた人もまあそれでまあよかったと後からね、あの時あのオーディション落ちたから私はまた別のオーディション受け入れて、でそこで本当にいいアイドル人生始めれたとかね、やっぱりそういうような形で全ての人がやっぱりいい結果になるようにと思って僕なりにちょっと今お話を今日はしてみましたという動画でした。というわけで最後まで、こんなお話を聞いていただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。